今回は通常のプランクよりも簡単で腹筋に3倍効かせる方法を紹介していきます。プランクをすると腰が痛くなる、お腹が疲れる前に肩がだるくなってしまう、そういった原因でプランクやってない方は今回のやり方が簡単でお腹がへこみますのでやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、簡単なのにお腹にしっかり効くプランクニーアウトを紹介していきます。プランクというといろんなやり方があるんですけども、今回は簡単でしかも腹筋弱い反り腰の方におすすめな方法になります。たったの20秒なんですけども、できるだけお腹に効かせたい、お腹へこませたいって方のために3セット一緒に頑張ってみてください。今回のプランクがなぜお腹にしっかり効かせられるのか簡単に解説しますと、プランクを行う場合、お腹が伸びてしまって腰が反れたままキープしてしまっても腹筋に効きません。お腹に効かすためには腰を丸めてお腹を締めておかないといけないんですが、この際に反り腰の方は骨盤を立てようとすると前ももが突っ張ってしまいます。ちゃんとお腹をクッと締めれる場合はいいんですが、締めれない場合はどうしてもプランク中は腰が反れてしまいます。そこで今回は両膝つかずに片足上げときます。こうすることで骨盤が立ちやすく腹筋に効かしやすくなります。なぜかというと、両足の状態で骨盤を立ててみてください。反り腰の方は前ももがね、違和感あると思います。これを片足にしてみてください。そうすると片足の前ももは突っ張らないので骨盤を動かしやすくなります。今回は片足上げてお尻を締めやすい状態でキープしますので、しっかり腹筋に効かせられます。たったの20秒なんですけども、お腹をへこませるポイントとしては腹横筋が関係しています。しっかり長く息を吐き続けて、できれば20秒間の間に1回か2回の呼吸でキープしてください。それでは紹介します。通常プランクは肘の前に手を置いて体を上げるんですけども、片足上げる場合どうしても体が左右に動いてしまいます。そうなると力が逃げるので、今回は腕をクロスして肩の下よりも少し手を前に出して体を持ち上げて片足真横、20秒行うので10秒後に足を入れ替えます。これを3回やってみましょう。しっかりお尻を締めることがポイントです。スマホは顔の下に置いてもらっていきましょう。残り10秒で反対足です。いきましょう、スタート。これでキープ、お尻をしっかり締めて、結構きついですが頑張って、よーし、反対足、しっかりお尻を締めて、お腹どんどんへっこめて、よーし、 OK。 いやー、どうですか、これ腰が痛くなりにくいと思います。あんまりお腹効かないよーって方はね、腕を少しもっと前に出してやってみてください。あと2セットです。いきましょう、スタート、キープ、頑張って、おー、きつい、はぁ、20秒が長い、やったい、頑張って、喋る余裕がない、うぅ、オッケー、うぅ、お腹をパンチされてる気分だ。あともう1セットです。さあ、いきますよ。それでは、いきます、スタート、ラスト、耐えて耐えて、うおーうおー、はい、反対、さすがに3回目はきつい、頑張ってみんな、うわー、うわー、少し効く、だー、うえうえ、なんか出そうだった。お疲れ様でした。どうでしたか？やっぱり1セットじゃなんか効かない感じがした人も、3回目ってやっぱり効きますよね。これでしっかりお腹が使われました。そして息をしっかり吐くことで、お腹をへこませる腹横筋が身についてきます。腹筋はどうしても苦手、プランクはなんか今まで効きにくかった、そういった方はね、このプランクをやってみてください。何度もやっていくことで、20秒しかできなかったことが30秒できたり、40秒できたり、成長してきますので、動画を見ながら何度もやってください。腹筋というのは24時間で回復すると言われてます。このプランクなんかは20秒経ったの3回、合計1分です。
正直1日1回やってもいいぐらいです。何セットやったらいいの、どのくらいやったらいいのってわからない方は毎日1分だけやってみてください。頑張ってやったよ、腹筋効いたよって方はよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もしてますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。